この子なんか口開いてくれるんですよね、うん、夜食食べる時とか薬の薬とか。開けない子は開けない、開けない子は開けない。あ、そうなんだ。濃いめの方がいい、うん、食欲いっぱい戻ってくれるといいですけど、うん、痩せちゃったからこの年で体重増えたらそうだ。あ、そうなんですね、うん、まあそうですよね、もう2歳過ぎてるから。じゃあ、そこは有料食よいしょ。これ今日だとこの一目盛りって感じですね。そう、2とか1とかで休憩入れて、休憩入れて、休憩入れて。あ、分かりました。なんか昨日まで細いやつだったんで。はいよ。まず野球ボール持つようにこれで持つんですね。そうするとはい、首のところ固定できるし、あとここのお手手が出ないようになります。あ、ごめんごめん。なのでそれを意識してもらって、ここはもう開けちゃうと体がブランブランになっちゃうので密着させます。本当に野球ボール、うん、投げる感覚の密着、うん、でそのまま流動食を持ってこう立てて、あれどうしたの、立ててグリグリっとま、うん、っすぐに、ね、うん、2目盛りぐらい、2目盛りぐらい、うん、でこう入れて、でまあ少し動きの体勢を超えて各仕草が見られたらやっていい証拠なので、なんでね、あ、こういう今動いてるの、うん、でまたここからもう出てきて飲むんです、うん、あぐ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 してるので、うん、出るんです、ペロペロペロって。で、多分この辺まで曲がってるところまで全然入れちゃっていいので、で、そのいけないのがこうやってなったり、うん、一番ダメ、うん、ちゃんとこう巻いて、まあ、人間の手から全然大きいのでこの子たちは。なのでこう思ったら、うん、今ここで押さえてるのが全然出てこないので、うん、多分ここの、そうですね、昨日ずっと手でガシガシ、そう、こうやってやってたので、うん、多分押さえが甘かったのかなって思いますね。はい、はい、じゃあ